はい、えっと、ただいま、録画を開始いたしました。はい、えー、開始できてますね。はい、えっとうん、本日はですね、えー、第2回目の日本語教育とソーシャルメディアにご参加くださいまして、えー、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はいえっと今日はですね、じゃあ,あの、タイトルから始まります。今日は、えー、論より証拠、えー、習得者の実例と研究論文というのをご紹介したいと思います。 えとどうしてあのこういうことをです、ねあのうん、話さなければいけないかっていうと、実はですねまだ今でも結構、ですね例えば研究者の間とかでもですねあの、まあ、若手の大学院の、えー、大学院生とかがですねあのソーシャルメディアでの言語教育、言語習得について研究したいっていうと指導教官からですね、えー、そんなことできるわけないだろうとか <laughs> 言われて研究できないとかですねあるいは、その あの実例がまだない,ないから、それでは研究にならないとかですね、えー、そういうことを言われてしまって、あの大学院で研究できないとあの、要するに研究者の人がそれを知らないというのが、ちょっといろんな例を聞くので、えーまあ、それが実際の,その,あの僕の見ている世界とはかなり違うので、それであの今日はまああのご紹介したいと思います。たただあのここににいいららっっっしししゃててる方にとってはもしかしたら、えー もうすでに当たり前な感じももあるかもしれません。はい、ただ、これをあの録画で見た方にとっては、ああ、そんなこともあるのかと驚かれる方もこともあるんじゃないかと思います。はいえー、とではです、ね、早速あの、えー、習得者の実例をご紹介したいと思います。はいえー、とこれはですね、あのあのロシアのアンナさんという方で、っ、えー、と後でプロフィールを簡単にご紹介しますが、あの僕がですね、えーと 読習者イた。で、これについて、ここの,あの、そこがですね、もう30人近くいるんですけど、インタビューした人がですね、その中の一人で、まあ、あの、独習者の中でも、特にソーシャルメディアを使って、えー、日本語を習得したということでいや、まあ、かなり特徴的な、その特徴がよく表れている方なので、えー、ご紹介したいと思います。 えっとですね、多分皆さん、きょは音声聞こえるはずなので、えー、っと、ですが、もし聞こえなかったら、ちょっと何か言ってください。あれあれちょっと待ってください。はい、今、こちらね。そして、最初から勉強のために、みんなの日本語も、えっと10分48秒からやります。はい、うん、この辺からですね。 えーとそのじゃあ、ロシア人の先生が作ってくれた教科書は、初級を大体あの勉強できるぐらいですかいや、ひらがなとかタカナしかありませんでした。<laughs> あそうなのいや、その、あれその,、はい、あの、その後勉強してた教科書の方それもひらがなとかタカナだけだったの、ロシア語で書いてある教科書。はい、そうです。 あ本当。えー、じゃあ,あのその後じゃあのみんなの日本語もあんまり使わなかったっていうと、あの、はい、教科書らしい教科書はそれほど使ってないっていうことですか？うん。まあそその時いろんなサイトを見て、うん。うんまああ,あ,あまり私あまり勉強好きじゃないから教科書とかあまり、うん、教科書も好きじゃなくて。うん うんネット上の方がいいと思いました。うん、うん、ああそうですかえっ、ー、とそれは例えばそして最初どうぞどうぞはいどうぞはいはい、うん、そして最初から勉強のためにうん現地の人と話した方がいいと思って日本人の友達を作ったり日本語でブログを書いたりしました。うん、おおそれはまさにあれですねえっ、ー、と ののの冒険家っていうタイプの勉強の方法ですねあの。どうやって日本語を、はいえー、とじゃあ、とりあえずここまでです。あの今、音声聞こえてたと思いますけど、大丈夫ですよねとはい、ありがとうございます。はいえーとまあ、今の,あのアンナさんの,あの証言にありました通りですね、えー、彼女はひらがなとカタカナは教科書で勉強したんですけど、えー、もうそ,それ以降はもう本当にインターネットで必要な表現を探しながら、えー 自分であの勉強していたっていうことなんですね。教科書を使わないで。はいえー、では、これと、あともう一人、あのハンガリーのミシさんっていう人の、えー、話もあるんですが、あの彼はちょっと動画ではなく、あの主に引用,か引用して、えー、ご紹介したいと思います。はい、えー、ここで書いてありますと、今日はです、ね、2人の,、えー、あの実例をご紹介しますね。さ 一人目がさっきのアンナ・メルニコバさんで、<laughs> えっとこれがですね、もう3年ぐらい前なんですけど、インタビューしたのですね、えー、その時は、えー、ロシアのサンクトペテルブルグに住んでいる大学4年生でしたね、一人で JLPT に、えー、合格しています、はいで。ミシさんというのはあの、ハンガリーに住んでいるあの、えー、高校3年生、当時の高校3年生で、えー まあ16歳の時に N1 受けて、受けて、まあ、その時は合格しなかったんですが、あのもうその次の年に、えー、合格しています。彼も読習者ですね。学校とかでは勉強しないで、あのソーシャルメディアを中心に、えー、日本語を習得したという、えー、そういう実例の一人です。はい。で、二人ともですねあの、えー、ソーシャルメディアをあの非常によく使っていまして、 アンナさんはあの特にですね、チャットがあのすごく役に立ったと言っています。JLPT の,の N1 に受かったのはたくさんチャットをしたからというふうに、えー、あのおっしゃってましたね。さっきのビデオ、全部あの、これも後でご紹介しますが、全部ビデオの最初から最後までご覧になることもできます。でその人にあの、日本人とか日本語話者を探すのに使ったのは、やっぱりソーシャルメディアなんですよね。えー、で、そのコミュニティでたくさん日本人と知り合ったというふうに言っています。 であのアメーバブログで、えー、日本語でブログも書いていましたと言ってました。ちょっとですね残念なことにあの、もう今は削除してしまって、そのブログを見ることはできないんですけど、えー、そのブログを通してもたくさん日本人をと知り合ったというふうに言ってますね、はいうんえー。それからもう一人のミシさんの方は、ミシさんの方もやっぱりですねあの、えー、ソーシャルネットワークで見つけた日本人はあのたくさんいるというふうに 言っています。で、えー、彼はですね、あの、まあのま実際にも、あの日本にもその後と行ったことはあるんですけど、やっぱりあの文通サイト、あのジャパン、えっ、ー、とジャパニーズガイドって言っかな、ジャパンガイドドットコムかな、えー、そういう文通サイトで日本人をあのたくさんあの見つけて、えー、LINE で日本語を使っているというふうに言っていました。であ LINE に登録している,る日本人は100人いるっていうことですから、やっぱり、えー、とてもまあ、 日本人とその LINE のチャットを通して日本語をいつも使う環境にあるわけですね。はい、こういうのがソーシャルメディアを使通して日本語を勉強している、えー、特徴的な人たちです。でもそれ以外にもいろいろ特徴があるので、ちょっとご紹介したいと思いますね。で、えー、2人ともですね、共通しているのはやっぱり教科書を使わないっていうことなんです。でえー アンナさんはですね、まあ、みんなの日本語とか総まとめとか、総まとめっていうのはあの多分 JLPT の対策本の総まとめだと思いますけど、えー、まあ、やっぱり教科書で勉強するのには合ってないというふうに言っていましたあの。別にこの2つの教科書がダメだと彼女は言ってるわけじゃなくて、彼女はその教科書自体で勉強するのが苦手だというふうに言ってますね。はい。えー、ミシーさんも、その、まあ、中級になってから教科書を使い始めたっていうことなんですけど、えー、初級の時はもう、あの、えー 日本語の教科書は使わないといとう,うにおっっししゃってましたね。はいえー、それからですねあの、ネットを使って勉強する人たちの中には、例えばですねその、あのー、アニメとかを大量に見て、もう気がつかないうちに日本語を習得してしまってるっていうタイプの人も結構いるんですよね。だけど、そのこのソーシャルメディアを使って勉強する人たちはあのー、こうやってですね、目標がやっぱりちゃんとあって、その目標のために、えー、ソーシャルメディアを使って 勉強するというのが2人ともあの、えー、共通して見られることです。はい、つまり、あの昔はです、ね、目標がある人は、まず教科書を買って、それで勉強していたんですよね、昔のこういうタイプの人は。だけど、今はあの目標があったら、まず人を見つけると、ソーシャルメディアでその言語を使う相手を見つけるというのがこの人たちのやり方です。はい、で2人ともその社交性があるということですね。その どうして勉強してるんですかっていうふうに聞かれて、アンナさんはですね、ま,あ、まず日本人の、まあ、今はですよね、まあ、最初は友達いなかったって言ってましたけど、えー、今は友達ができて、その友達といろんなことを話したいから日本語を勉強していると。えー、で彼女は日本にも住みたいというふうに言ってますね。はい、でミシさんの方も、まあ、さっきも言いましたように、LINE に登録している日本人100人ぐらいいると。でまあ、日本に行ったときにも高校生の友達をたくさん作って、その人たちとも LINE でつながっているというふうに言っています。 この辺もですね、そのアニメとかで勉強というか、勉強じゃないですよね、アニメの人たちはもう本当に自然に習得してしまうタイプの人なんですけど、そういう人たちはどっちかっていうと非常に内向的であんまり社交性がない場合もあるんですが、あのこういうソーシャルメディアを通して勉強する人たちは非常に社交的な面がありますね。はい。それでですね、さっきあの、えー、あの、カンナさんもその <laughs> YouTube の中で言っていましたけど、 必要な時にあに必要な表現をあの探して勉強すると、こういう方法で勉強するんですよね、つまりその文系の優しいものからだんだん積み上げていくというのではなくて、必要な時にあに、まず話したい、あるいは書きたいことがあって、その書きたいもの、あのそ,のそれに必要だから、その言い方を検索して、えー、それを使って実際にコミュニケーションをする。 というのがこういう人たちです。教科書を使わないでソーシャルメディアで勉強する人たちのやり方ですね。で、あの、まあ、これをですね、まあ、簡単に言うと、本当に文法オンデマンドみたいな感じで、僕はよく人に言うことがあるんですけど、必要な時に、必要な時にその文法を勉強するという感じです。でですね、これはですね、もう、えー、いろんな言語でこれが可能になっています。で、これはですね、僕が最初に、あの、How to Introduce Yourself in Japanese っていうのを、えー まあとでその画面もご紹介しますお見せしますけど、Google で検索し,してみましたで。他の言語は、えー、僕はほとんどわからない言語が多いんですね。2番目は、えーっと、確かスペイン語だと思いますが、この How to Introduce Yourself in Japanese というのを、えー、Google 翻訳でスペイン語に直して、それを検索してみた結果です。これはそれを中国語。これはロシア語。これはフランス語。これは、えー、<laughs> ハンガリー語ですね。 そしてこちらは、えー、アラビア語です。これをちょっと一つ一つ、まあ画面をちょっとご紹介していきたいんですが。えっと、あ、ちょっと小さいですかね。すみません。ちょっと小さくて見えないかな。まあこれは英語ですけど、やっぱりもう英語はもうすごく、えー、まあ当たり前ですけど、一番多くてですね、あの、3200万とかこれだけで出てくるんですね。でもこんな動画とかも含めて本当にたくさんの。 えー、つまり自己紹介の仕方日本語での自己紹介の仕方に関する資料が、えー、本当に大量に出てきます。はい、えっ、ー、と、これはスペイン語ですが、えっ、ー、と、スペイン語でもそれでも1000万以上の、えー、結果が出てきますね。はい。えーで、これは中国語です。中国語、実は英語よりも,もいいあの3500万という数が出てきます。 でこれがロシア語。ロシア語は66万ぐらいの結果ですね。はい。でもロシア語でもこういうビデオなんかもたくさんあります。えー、で、これが、えー、フランス語ですね。はい。フランス語。フランス語では、えっ、ー、と、500万ぐらいの数が出ています。えっ、ー、と、これはアラビア語ですね。はい。アラビア語でも、えっ、ー、と、えー、75万ぐらいの、あの、 検索,あの検索結果が出てきます、はい、でこれはあの、えっと、ハンガリー語ですねあので。ハンガリー語っていうのは、実はあのこの中で一番和者が少なくてですね、今、あの世界中で1000万人、まあ、ハンガリーの国民の数が1000万人切ってしまって、ハンガリー語の和射はもう少し多いんですけど、あのハンガリーの,かあの以外にもルーマニアとかに住んでいるので、でもあの、まあ、例えば2000万とかいる規模ではないわけですね。 なのに、そんなに少ない、えー、数しかいないのに、それでもですね、ハンガリー語で検索すると、これだけたくさんの、えー、例が出てくるわけです。ですのであの、まあせめ、ハンガリー語よりもメジャーな言語でしたら、もう本当にありとあらゆる言語で、えー、例えば日本語、まあ、ここに出ているのは日本語の自己紹介の仕方ですけど、えー、こういう方法は、 えー、検索して探すことができるんじゃないかと思います。はいはい、でここからはですね、あのすみません、ちょっと退屈なんですけど、でも一応、その実証的な例をちゃんと挙げておいた方がいいと思いますので、論文などを少しご紹介しておきたいと思います。はいそれでですねあの、まあ、一つだけ読むんでしたら、この根本ゆき、えー、さんですね。 えのあの社会文化的アプローチを用いたコンピューターを媒介とした第二言語習得というのが多分、えー、いいと思います。これはですね、あのいわゆるレビュー論文とか、あの総括ん、統括論文、えー、総括論文でしたか <laughs> いわゆるレビュー論文ですね。あのと言われているいろんなレあの論文をレビューして、えー、それをについて説明している論文なんですね。なので、あのこれを見るだけでいろんな、えー、幅広いものを見ることができます。 はい、でも、これだけだとちょっと具体的ではないのであの、もうちょっと具体的な例をご紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、これはですね、あの、えっ、ー、と、ペルシア語話者の人に英語を教えたときの、えー、論文なんですね。で、えー、作文をシェアするときに、片方、こちらの左側の人たちは Facebook で、えー、シェアして、右側の方はクラス内でね、Face2Face って書いてありますけど、 クラス内でシェアしたと。で、そうするとですね、このそれぞれのグラフの左側の方があのプレテスト、右側の方がポストテストなわけですよ。ですから、プレテストの時はどっちかっていうとですね、左側の,あのフェイス2フェイスの方が高かったぐらいなんですけど、でも、ポストテスト、つまりその、えー、授業が終わった後でテストしてみたら、その伸びですよね。伸びはこのフェイスブックの方はこんなに伸びていたのに、 えー、クラス内ではこれしか伸びていなかったという、あのとても分かりやすい、えー、研究があります。はい、あつまり、フェイスブックでシェアすると、いろんな人が、ね、コメントしてくれたりあの、ただいいねをつけるだけの人とかもいますけど、あのそれでもそ,のそういうインタラクションがクラス内よりずっと多いので、それで、えー、もっと書きたくなるとかですね、そういうのが多分あるんだと思います。はい はい、2番目はですね、えーとまあ、これも Facebook なんですけど、英語が上達したっていう、えー、論文です。で、これの中では、その、えー、モチベーションが上がったっていうことも書いてありますし、そのライティングスキルも上がっているし、語彙と,語彙とか熟語とかですね、えー、それとか、あのえ,ー、<laughs> えっと、プロバーブですね、ことわざなんかも、えー 上達したといいううふうに書いてあります、はい、これもぜ全部あのリンクが貼ってあります。あ、それからですね、すみません。今日のこのスライドはここの右下に書いてありますが、えー、ビットリースラッシュ JFT、アンダーバーですね、ソーシャルメディア02。この,あの、えー、リンクでご覧になることができます。あとでこのスライド自身もあのスラックの方でご紹介しておきますが、あのビデオで見ている方はこれで えー、このスライドを開くことができますね。はい。はい、それからですね、まあ、これは実際に伸びたというあの例ではないんですけど、その、えー、GPA が高い、つまり平均ですよね、あの平均点が高い学生は、あのソーシャルメディアを長く使っていると、つまりその、えー、GPA が低い学生は、だけどそれほど使っていないというのが分かっているわけですね。で、これもその、えー、 これはですね、因果関係がどっちかというわけでは、うんあのはっきりは出てませんけど、たまあ、例えばあの、成績がいいからそれを自慢するためにソーシャルメディアを使うとかですね、<laughs> もしくは因果関係はそういう因果関係かもしれませんけど、まあ、少なくとも相関があるということは、えー、確かなんです、はい。はい。で、これはテレグラムっていうのはですね、 LINE みたいな、ちょっと僕自身はあまり使ってないから分かんないんですけど、LINE のような、LINE とか WhatsApp とかですね、そういうメッセンジャー系のアプリなんですけど、えー、だけどその、あの音声での発話も会話もできるんですね。えー、で、このテレ,テレグラムを使うと、えーうん、あのそうですね、あの発話の正確さと流暢さ、流暢さで顕著なっていうか、優、ま、位、あ、な効果がありましたと。 いう研究もあります、はいえー、でこちらはですね、あのまあまあ、こういうのもいっぱいあるんで、あのえー、とここでは Facebook で読解力と語彙力が伸びるという例もここにありますね。はいはい、ではあの、ちょうど20分になっているところですので、えー、ここで、えー、とグループディスカッションに入りたいと思います。でグループディスカッションで、えー、お話ししていただきたいのはですね、あの えー、皆さんの同僚の中で、ソーシャルメディアで日本語が身につくわけがないというふうに思っている方がまだのあのいるのかどうか、いるとしたら多いですかということと、それと、皆さんの学校であのこうした実例というのはその、ソーシャルメディアで日本語を身につけた、そういう実例を見たことがありますかということで、えー。で、その学習者は、あの読書者だったから本当は学校に来なくていいはずなのに、どうして、じゃあ学校に、皆さんの学校に来たんだろうということも。 もし分かったら教えてください。あと、皆さんご自身もソーシャルメディアを使って第二言語を勉強したことがありますか。えーとまあ、この3つをですね、えー、とこれから20分でお話ししていただければと思います。で、えー、よろしければその後で、えーあのー、チャットボックスでですね、あのシェアしていただければと思いますので、えー、どなたかがメモしていただけましたら大変ありがたいです。 はい、えー、と皆さんお帰りなさいませ。はい、皆さんお帰りなさいませ。えっ、ー、と、はい。はい、えっ、ー、とそ、それではですねあの、チャットボックスの方にあのに、もうあのペースしていただいてくださっている方もいらっしゃいますが、あのチャットボックスのにえに、えー まとめといいますか、先ほど話し合いで出てきたことを、あの、もう簡単で結構ですの、ね、書いていただければと思います。ちょっとじゃあ僕の方で、えー、読んでみますね。えー、っと、えー、っと、最初に、あ、ちょっと待ってくださいね。はい。えー、っと、はい、US、あの、あれですね、高等教育、海外の高等教育。海外の高等教育、現代ではあまり反対派はいない。でもソーシャルメディアだけで習得できるかは疑問と。でそういう例としては、 あそうそう、多様なんですよね。で、実際にソーシャルメディアだけで、あの、上手になったかっていうと、ああいうその、さっきの、あの、アンナさんはかなり、あの、特殊な例なんですけど、あのアニメも見るし、ソーシャルメディアも見るし、みたいな感じなので、ソーシャルメディアだけかっていうと、ちょっと、なかなか、あの、そういう、あの、例は少ないかもしれませんね。はい。読書で足りないもの、そう。質問があったときに、生身の先生に聞きたい、その、 検索で分かることも多いんですけど、どうしてこうなるのかがそのあの、どういう検索キーを入れれば、その答えにたどり着けるかが分からないっていうことが時々あるんですよね。でそういう時はあは、生身の先生に聞くと、えー、かなり,分か,り、ま、分かることが多いです。はい、あ,あと、カメラが苦手、機械が苦手とか、そういう人もいますよね。はい、あと、フィードバックですよね。正しい日本語を使っているかのフィードバックが必要と。 ああ、なるほど。あの、そうですね。あの、内向的な方は、その他の人とつながるのが不安という、そういう方も結構いらっしゃると思います。はい。はい、昔はあの、ウェブサイトが多かったけど、最近はアプリが多いということですね。はい。じゃあ、日本語学校のグループをちょっと、えー、拝見します。えっ、ー、と、ソーシャルメディアで日本語が身につくはずがないと思っている人は多いと。えー、考えたこともないんじゃないかっていう人もいると。はい。 ツイッターが怖いと先生自身が言っている。そう、ツイッターはもうすごく便利と言っている人と怖いという、本当に両極化してますよね。はい、実例は、あの、大阪弁しか話せない人がいると。はい。で、台湾ではアニメと嵐だけで勉強している人もいると。勉強してきたけど文法ができない。うんそっかそっか。はい。まあ、じゃあ、要するに、単語だけ身についてるとかっていう感じなのかな。あるいは、でも N1? N1 なのに初級の文法ができない。でも、これって、あの、初級の文法ができなくても N1 取れちゃうっていうのは、それはそれで一つの、あの、面白い例ですよね。はい。手剣もできないと。はい。うん。嵐に会うために日本に来たと。はい。ああ、はい。あと、友達とた、友達が、あの、勉強するのが楽しいから日本学校に来たと。はい。先生がいた方がいい。まあ、これはですね、あの、さっきのアンナさんとミシーさん、二人とも、 あのまあ、先生がいたほうがいいとは言っていますね。はい、あと、まあ、アンナさんに関してはその、先生の仕事は必要だけどあの、人に先生を必要としている人もたくさんいるから、外国語の先生というのはこれからも必要だというふうにおっしゃってましたね。はい、なるほど、はい。先生の入らないクラスのメス。 メッセンジャーグループがあると。はい。こういうちょっと裏グループみたいなのがあると、そこで盛り上がったりしますよね。はい。で、自分で勉強しているかというと、えっ、ー、と、あ、すみません、ちょっと動いちゃった。留学時代にテレビで勉強したと。留学してもその場で勉強しないでテレビで勉強したはい、でも実は僕も今考えてみたらそうです。はい。カナダ住んでますけど、あの、ドラマとかで身につける方がずっと多いですね。はい。MOOC で勉強したと。はい。発音のアプリもダウンロードしたと。はい。えっ、ー、と、あとは、えー、その他のグループではそんなに否定的ではない。 えー、でも使い方がわからない人がいると。でも年配の先生方の中にはソーシャルメディアだけでは上達しないと言いそうな,言いそうな人がいると、はいえー。実例としてはたまにいるとで。学校に来る理由としてはちゃんと習って友達とも話したいから。読み書きができないから習いたい。自分のレベルを把握する。はいえー、3番目はあの何人かいるというふうに書いてますね。えー、はいあ。ありがとうございます。 あと、フリーランスのところでは、教師自身の IT スキルのレベルによって可能性を信じている人はいると。はいえー、インドネシアの学校での、えー、学習なしに N1 に合格した人を知っていると。えー、読みは、F、あの Facebook ですね。で、インスタ掲載に Google 翻訳などを活用して、えー、適切な表現を探していると。えー、こういうあのかあの意見の共有がありました。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、それではですね、ここからは、あの えっと最後に、まだ10分以上ありますから、えー、ちょっと待ってくださいね、はいえーっと。質疑応答のようにさせていただければと思うんですが、えー、っとここで皆さんに、僕にあるいは他のあの今、ここに出ていたチャットボックスにあることに対してでもいいので、えー、意見あの、あるいは質問などありましたら、こうやって挙手をしていただくか、あるいはご自分でマイクを外して、えー、質問してくださっても結構です。 どうとかいらっしゃいますかあ、じゃあまあ、ゆみさんは違うか星さんは手を手挙げたんじゃないですね今ねはい質問の方いらっしゃいませんかねチャットでもいいですよもしあの、えー、声を録音されたくないという方はチャットボックスに書いていただいたらあのお名前は僕が読まないですがその質問を読み上げて、えー 回答いたしますあじゃあ、ビクトリアの木村さん。はい。じゃあ、こちらでアンミュートしますね。はい、はい、アンミュートしました。はい、あのえっと、きょ例に挙げてたあの、はい、アナさんとミシさんについてでもいいですか、はい、あもちろんですよ。はい。 その授業を受けたここととはないっていうことですかえっとですね、アンナさんは、あのーあのー、えあります、えっと、だけど、例えばですね、N1 取った後に、うん、あのに、ー、N4 とか N3 が対象の学校で勉強していたりとかですね、うんあのー、あるいは N1 を取った後にかな、その,その前後して、あの日本に2回来ていてですね、でその時にあに日本語学校に入って、えー、っとそれぞれ1か月ぐらいですかね。 勉強しししたた。というふうふにおっしゃっゃてました、うん、だけどもあの、もうそれはかなりレベルが高くなってきたと思うので、n,、はい、n h 合格にできるような能力をつけたのは、もうほぼソーシャルメディアを使って、独学されて、あのパスされたっていう、少なくとも本人はそのように認識していらっしゃいます。うん、はい、わかりました、はい、はい、えっ、ー、と、他に、うん、あ、ミシさんについては何かありますか 質問してもいいですかああどうぞどうぞえっと今のはみかんさんはい、はいはい、どうぞはいえっとこのソーシャルメディアで習得する学習者は、はい、その性格っていうのはどのぐらい関わると思われますか性格ですかあの社交的じゃないと、うん そうですね、それは本当にあると思います。あのやっぱり社交的じゃない人は、あのアニメとかですね、そっちの方であで習得するようにあの、流れていくパターンが多いように思いますね。あのうん、どうしたって自分が好きな方向で勉強するわけですから。うん、はい、はい、ありがとうございます。はいはい あの以前ですね、ルーマニアのえっとジョルジアナさんという人は、もう本当にあのアニメだけで、あのかなり大学院の試験に合格するぐらい日本語習得した人なんですけど、もう彼女もですね、すごく、なんていうんですか、あのさっきのアンナさんみたいに、初めて僕と話し,し、アンナさんはもう初めてあそこで会ってるんですけど、普通に、あのまあ全然物おじしないで話してましたけど、その、 えー、ルーマニアの,そのアニメで身につけたという人は、えーと、すごくもう明らかに緊張していて、僕と話してる時ですね、なんか申し訳なく,くなっちゃうぐらい、えー、そういう感じでしたね。はい、なので、やっぱりあのそういう人はそあの、内向的な人はやっぱり一人で、そういうコンテンツで勉強するというふうに流れるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。はいはい、あといじゃあ、田中さんどうぞ。はい、はい、あのー 私、先ほどのあの大阪弁だけしゃべるっていうのは私の学習者なんですけどはい、はい、あ,あ、の、学校の他の先生方の評価はとても低かったんですねああの、まあ、学校で教えるようなことがなかなか習得できないみたいなことでそれをすごく残念でいろいろ考えたんですけどただよくこうソーシャルメディアで日本語を学習する人はちょっと日本語が偏ってしまうみたいな話はよく出てくると思うんですね。う 例えば、忍者がどうとか信じてるとか、<laughs> うん、そういう意味でのこう、なんていうかな、日本の社会性が身につかないみたいなあ評価もよく聞くとこ、耳にするところではあるかなと思うんですけど、ちょっと、ちょっとなんかこう、答えにくい質問かもしれないですけど、そんなこと、どういうふうにお考えになるのかなと、ちょっと思いました、えっとですね、あのー、あの、まず、偏っているかどうかっていうことなんですけど、えー、っと、それはですね、あのー 何が中心かっていうことによるんですよね。多分その、ソーシャルメディアで身につけた人から、いわゆるその大学受験のための日本語を勉強した人を見ると、そちらの方がかなり偏っているように <laughs> 見えると思うんですよね。あのであの、あともう一つその、社会性なんですけど、うんとですね、あのやっぱりその多分アニメで勉強する人は、ちょっとその やっぱりあの内向的な人が多,多いんですけど、さっきのアンナさんとかあのミシさんみたいに、ソーシャルメディアでの実際の交流を通して身につける人は、むしろそういう人たちのほうが社会性は高いんじゃないかと思います。わ、はい、かりました、ありがとうございます。そですね。偏りに関してはあの、4技能ですね、4技能という意味ではあの、かなり偏っている人が多いですね、そのバランスは取れてない人が多いです。はい だ,だけど、あのまあ、それがいいことなのか悪いことなのかちょっと僕にはよくわからないというところもあります。はい、はい、他にあの質問じゃなくてもご意見でもいいんですけど、あじゃあ、星真由美さん、アンミュートできますか。はははいはい、はい。聞こえますね。あ、あ、聞こええまます。はい。えっと、まあ、もしかしたら私、ちょっと遅れてきたので、先生が前、はい、その前に説明なさったかもしれないんですけど。はい 自分でもさっき言ってたんですけどスペイン語を勉強しようと思い始めたんです、はい、つい1週間ぐらい前にこの、はい、あの、ソーシャルメディアだけを使って。友達がいないのがすごくなんか、あの、一緒にあの、例えば「Day1 これをやりました」「Day2 これをやりました」っていうような、うん、なんか励まし合うとかまあ、何でもいいんですけど、はい、そういうコミュニティが簡単に。 作れたり入れたりするようなものっていうのは、日本語学習者用に何かご存知ですか、先生。あはいあの、いくつかあってですね、まあ、僕があのお勧めしているのは、Facebook の,あのザ・日本語・ラーニング・コミュニティっていうのがあるんですね。はははいはいはい、はいはい、で、それは、あの、例えば怪しいやつが入ってきたら追い出すようなシステムがあったりとかして、あの、かなり安全なので、あの 例えば高校生とかでのをご紹介してもいいんじゃないかと思っています。はい、あ,あ、そうですか。いうところで、あの本当に自分の日々の勉強の成果を淡々とシェアしているような人たちもいらっしゃいますね。はい、えー、はい。英語はご存じないですね。あーちょっとわかんないですけど、でも、たぶん探せはあ,あるんじゃないかと思います。 あとはどなたかいらっしゃいますかあの別にコメントとかでもいいですよ、意見とか。あいいですかはい、どうぞ。あえっ、ー、と、その、アンナさんとミスさんなんですけど、お二人とも、その N1 を受験されたっていうのは、その目的とか、そのための勉強っていうのも、やっぱり、ソーシャルメディアでされたのかなっていう。えっとですね、うーんと。 まあ、あのアンナさんは総まとめっていうのを買ったとは言ってましたけど、でもやっぱりそんなには使ってなかったというふうには言ってます、ねうん、あのた多分ですねそのあでもアンナさんは、実は友達とかじゃなくて、新聞記事とかはかなり読んでるんですよね。うんあのま、なので、まあ、それはソーシャルメディアとちょっと言っていいか分からないんですけど、だけど、<laughs> あの実は読む量も、でしかも社説とか。 そういう固めのやつもかなり読んでるので、あのでそういうことをしていれば、基本的に N1 の,の語彙とか漢字とか文法っていうのはカバーされるんじゃないかなと思います、はい、その受験されたのは日本に行きたいからってことですか、ね、えっと、あの2人とも日本に行きたいっていうのはもうおっしゃってて、はい、実,実際2人とも日本に来てるんですけど、うんはい、でも、えーと、それと N1JLPT の あの受験の間に関係あるから、ちょっとすみません、4分ます。ありがとうございます。はいはい、はい。えっと、他にどのかいらっしゃいますかまだ4分ぐらいあるので、1人か2人ぐらいは、えっ、ー、と、お返事できるんじゃないかと思いますが。あ、じゃあ、えっと、ビクトリアの木村さん、どうぞ、アンミュートをこちらでしますね。はい、アンミュートしました、今。あれ、できない。 あれ、アンミュートできないです。すみません。あじゃあ私やります。はい、はい、はい、はいはい,はい,はい、はい。<laughs> あのー、えっ、ー、と時々日本に例えば留学しに行ったりとか、はい、あの日本に長期にいて帰ってきた。学生を見ると、うん、会話はできるんですけど、うん、それがあの日本語の文として文法的に正しい。か、 ってなるとそののテストの点にこういるんですねかそうったメディアであ<ー>例えばまあ自分でいろんなもの、あなたみたあの,あの新聞読んだりする学生は多分違うと思うんですけど、まあうん、楽しくお友達とチャットして、そういう話を聞いたことがありますでしょうか、それでもしある場合はどういうふうにあそういう学生さんがいらっしゃるか、<ー>うん、でもしそういう学生がいら,っしゃいらっしゃった場合はどういうふうにこう。 あのそれを直してあげたらいいのかなっていう今個人でやっぱり気がつかないとなかなか直していけないことかなとちょっと,ちょっとそれが気になったところですそうですねちょっとあのあのー、そうですねあのー、これアニメの人とかにもいるんですけどやっぱりその、うん、あのー、なんかアニメ口調のもう文章自体がアニメ口調になってる例えば何でしたっけ ではどうすればいいというのだ、みたいな、そ <laughs> うなんか、<laughs> そういういかにもアニメに出てくるような、うんうん、なんか、そういう言葉ばっかり出てくる人とかが、うんうん、あの、いますよね。まあでも、あの、うん、まあまあ、もしかしたらそういうところに先生の役割というのがあるかもしれませんよね。そうねでやっぱりなんか女子がこう、はい、結構、あの、その日本にいて帰ってきた子たちってなんかあ、はいうのが思ってたりとか、うんうん、あとはその、 誰に対してでもどうしてもこうカジュアルな話でこう話していくとか,かそういう問題が結構出てきてそういう子たちが例えば中期ぐらいになって入ってくるとあの本人の自覚がないとなかなか直せなかったり強制できなかったりするんですねなんかそういう部分をソーシャルメディアで勉強した学生たちがこうもしクラスに入ってきた時に私たちはどうしてあげたらいいのかなとかちょっとそれはあの考えるところですね。そう本当にそこはもしかしかたら先生の 本当に大事なな役割かもしれないでもただですね、そのアニメとかあのソーシャルメディアでもでも、ねうん、敬語とかがちゃんと身について、その使い分けができる人とかも、うん、あの結構いるんですよね。最初はやっぱりなんかアニメっぽい表現しかできないけど、うん、もうそれをずっとあのあ、実はアニメの中にもかなり丁寧な話し方とか、うん、あのそういうのもあるので、それが分かって、 もっとたくさん見ると分かってくるっていうのはあるのかもしれないです、でもそれが途中でやめちゃうと、それがその化石化して、うん、あの不適切な使い方になってしまうかもしれないですね。先ほどちょっとグループチャットしてたときにも、うん、あのなたがおっしゃってたんですけど、日本の方、学生さんのこと話してて、えー、あんまり直してくれない、話がこう続いてると、直してくれないから、どうしてもそのままになっちゃうっていう意見も出てたので、うん、そうですね。それが考えるところでした。ははい、はいはい。 もう全く僕の英語、もう本当にそうですね。<laughs> やばい特にもう、この年になると誰も直してくれませんから。本当にはい。はい。はい。えっと、他に、あ、じゃもう、すみません。時間になってしまいましたすみません。えっと、じゃあですね、すみません。最後に、えっと、またちょっと、あの、えっと、はい。お願いがありますが、はい。えっとですね、これからの、うん。あ、まず、参考文献ですね。で、あの、さっきの、えっと、アンナさんとミシさん。 の、えー、インタビューの、これ、全文ではなくて、要約なんですが、要約は僕のブログに2つ載っています。だけど、その、音声の方は全部最初から最後まで、えー、ここで確認することができます。で、あの、まあ、書籍に関しては、まあ、前にもご紹介しましたが、この、えー、と、冒険カメソッドという本の中にも、こういうのはたくさん書いてありますね。で、今日もその論文はたくさんあのご紹介しましたが、えー、と、この上の方の、 スライドで見ていただければと思います。はい。えっ、ー、と、それとですね、あの、えっ、ー、と、来、来月ですね。来月は、あの、具体的な指導例の1回目あの、具体的な指導例2回やるんですけど、1回目はインプットで11月22日ですね。で、あの、まあ、詳しくはこちらの方にも書いてあります。で、あの、これですね、すみません、たくさんの方がもう、ズームじゃなくて、スラックの方に申し込まれていて、えっ、ー、と、100人超えそうなので、えー 来月もズームに参加される方はすみません。もう一度ご登録いただければと思います。はい。で、えっ、ー、と、事後アンケートですね。事後アンケートもこれ、本当に10秒で済みますので、えー、今、じゃあチャットボックスに、えー、っと、今、ペーストしますね。はい、えー、っと、事後アンケート、えー、チャットボックスが、これがですね、あ、今、チャットボックスが出てきました。はい。 今、チャットボックスに、事後アンケートの、えー、と URL を入れましたので、えー、とこれまた、スラックの方でもご紹介あの、ご共有しますが、えー、とぜひあの、もう10秒で終わりますので、すぐ入れていただければと思います。えー、とそれからですね、もまたあの、ハッシュタグで、えー、日本語教育と、JFT ですね、JFT 日本語教育とソーシャルメディアという、えー、ハッシュタグで、ツイッターなどを使う方は何か、 一言、ご感想を書いていただければと思います。もし別に、あの、つまんなかったら、つまんなかったでも大丈夫です。あれ今、すみません。なんか、えー、っと、ハッシュタグが届かないですね。えー、っと、どうしよう。じゃあ、まあ、ハッシュタグは、あの、えー、っと、ハッシュタグの後に、JFT 日本語教育とソーシャルメディアになっておりますので、えー、ぜひ、一言いただければと思います。はい。えー、っと、 それではすみませんあの時間がもう過ぎてしまいましたので、本当はこの後であとでちょっとチェックアウトを一言書いていただこうと思っていたんですが、え本日はあのここまでとさせていただきたいと思います。あのここで一旦皆さんのミュ、えートを外しますのであの、ここで失礼させていただきます。本当に皆さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。おやすみなさいいはおやすみなさい。 失礼し,します失礼 <laughs>、はい、し,しますありがとうございましたはい、ありがとうございましたはい、ありがとうございました